何かの頭なのかな。なんで木の中に。報告、対象から微弱な反応を感知。え、じゃあまだ生きてるってこと。ただし機械生命体とは異なる反応。機械生命体じゃない。なんだろう、気になるな。ちょっと僕調べてみますね。機械か生物か分かりませんが、電波反応があるってことは情報を覗けるはずですから。迂闊な接触は危険。大丈夫、任せてください。こういう時に調査するのがスキャナーモデルの業務っていうか醍醐味っていうか趣味っていうか。ハッキング。システム側から強制的にアクセスを遮断。びっくりした。だからやめた方がいいと言ったのだけど。でもその代わり一瞬だけでしたけどデータを読み取ることができましたよ。どうやらこれは過去に人類が生み出した兵器みたいですね。人類が。ええ、しかも何千年も昔に。でもなんでこんなところに。